久保さん。やっぱね、ネットビジネスってあれですよね。あのー、この前ね、なんか、あの商品買ってくれた人が、な,なん、なんて言ってたかなあのー、ちょっと読み上げ、ま、あ読み上げたかなな、なんだっけななんかね、楽だと思っ、どれだ もうずっと始めよう。やってみたい。でも自信がない。頭も悪いし。とか、いろいろと自分に言い訳をして逃げてきたところは図星です。と。なんかメッセージいただいたんですけど、まあ、今すぐやりましょうみたいなね、話をしてて。で、まあ、逃げてったと。うん。で、僕思うんですけど、あの、逃げられないものが一つあって、逃げられないものって僕はお金だと思うんですよね。このお金が流通している資本社会主義で、 お金から逃げられないと思うんですよ。逃げられないというか、お金がないで生きていけないんで、うーん、そこ逃げるとどうするっていう話で、うん、まあまあ、あの、ホームレスする、あの、炊き出しに行くってやれば、まあ、生きていける、まあ、生活保護とかもあるので、生きていけないことはないんですけど、あのー、それで、 えー、幸せなのかっていうと僕は幸せじゃないと思うんですよねそれでいきそれでずっとやっていくっていうのはなぜならば多分なんだろうなじゃあ久保さんがねじゃあホームレスだったら今のお嫁さんと結婚できるかっていうと多分無理ですよね子供さんホームレスでそ育てられます多分ちょっと難しくないですかうんだって教育費も に三千万かかるわけじゃないですかねえ <laughs>、ね、<laughs> じゃあそのお金の問題であの子供を養っていけないじゃあ施設に入れないといけないじゃあそれは子供にとって幸せなのかって考えた時も施設にお金がないから施設に入れられる親と一緒に暮らせないそれは幸せなのかと幸福なのかうん 難しいですよね。どうなんですかね、久保さんね。これね。多分、しんどいと思いますよ。うん。まあなんかテレビドラマとかでもよくあったりとかしますやん。たまに。なんかこういうシチュエーションって。うん。お金がなくて、施設に入れないといけないっていう。うん。だからまあ、お金に関してはもうマストで稼がないと、ダメだと思うんですよね。だから僕はビジネスを通して、やっぱ、 あの、なんだろうな、お金を稼ぐっていうことは、ま久保さんも毎日ちょろちょろ言ってましたけど、その、毎日稼ぐっていうことですよね。だからテーマ、毎日稼ぐにしましょうか <laughs>。毎日稼いでいかないと、ダメだと思うんですよね。うん、1円でもいいですよ。うん、1円でもいいし、まあ、ビジネスやるんだったら、あの商品何売ろうかなとか、常に考えて、常にやっていくっていう。うん。 だ本当は僕ね、あの、テレビショッピング見てて、テレビショッピング24時間毎日、急ショッなんだっけな、あの、24時間ずっとやってるテレビショッピングとかあるじゃないですか。24時間ずっと売ってるんですよね。<laughs> すげえなと思うんすけど。いや、でもね、あれぐらいやりたいなとは思いますよね。24時間ずっと売るみたいな。<laughs> あれ、究極系じゃないですか。24時間ずっとセールスしてるんで。うん まあ僕、僕とは久保さんとかね、YouTube やってるので、まあ収益がゼロってことはないですよね、広告収入もあるので。まあウォーはもうビビたる金額ですけど、一日今いくら、ん、入ってんだ大体一日多分ね、あのー、1000円ぐらいは入ってんですよね、今。だいたい僕3万円ぐらいなんで、一日1000円ぐらいは稼いでんですよね、広告で。うん。 だこれも最初その僕は広告入れてなかったんですけど入れてみようっつって入れてみようと思ったのが34年前か5年前か、まあ、赤番くらってこっちのチャンネル広告入れてみようとだから前億万少者合宿でも言ったと思うんですけど要は広告を入れないってことは Google に1円も貢献してないのであのーまあ、赤番の理由がよくわからなかったんで、まあ、広告入れて Google に貢献すれば まあいいんじゃねえかなっていうところで入れた部分あるんですけど、うん。まあとりあえず毎日稼ぐためにやらないといけないですよね。そこからは僕は逃げられないと思います。うん。お金の問題から逃げたら、多分幸せっていうのは得られないかなと思いますね。うん。幸せを作ることはできるんだけど、なんだろうな。考え、考え方によってね。考え方によって幸せを作ることできるんだけど、うん。それはあくまでも、 無理やり作ってるようなもんでうーんでも考え方をどう変えればいいのかなお金がなくて子供を施設に入れてそれを幸せに考える考え方ってあります久保さんあんのかなだって子供は絶対親と暮らしたいですよね多分ねうーんまああとなんだまあよくお客さんでも億万長者合宿の でもあったかなお客さんのためとか、なんだ、家族のためとかね。うん、じゃあ、なんだ、うーん、なんか家族旅行行きたいってなっても、お金がなくていけなかったら、それはどうなのかなっていう。うん、まあまあ、まあ、それ頑張るしかないですよね。頑張って稼いで、まあ別にネットビジネスやんなくてもいいですけど、なんかその、ね、普通に会社で働いて頑張って、給料もらうとか、 何でもいいんですけど、なんかそれやんないと、ダメなんじゃないかなと。そこから逃げるなってことですよね。うん。だって、まあ、それ、それも逃げてたら、に、なんかあの、完全その、親のすねかじって、ずっと、じゃあ親が死んだらどうするんですかみたいな話で。<laughs> ねえ。引きこもって、親の目すねかじって、ずーっとやってて、そう、親死んだらどうすんのっていう。<laughs> うん、だからお金はね、お金お金って言うと、やっぱり、あの、汚いイメージが日本人は非常にあるんですけど、僕はお金が全てだと思うんで、うん、お金が全てじゃないところもあるけれども、やっぱ生きていくためにはお金が必要ですから、だからネットで稼ぎたいんだったら、ネットで稼ぐことを始めろってことですね。 うん、じゃあネットで稼ぐことを始めるためには何をしなければいけないかっていうと、発信しなければいけないということですね。これ以外ないですよ。まずはベースとしては。で、自分で発信したくないんだったら、外注化するなり、人にやらせるなり、社長になってね、従業員雇って人にやらせるとかしないと、ネットに何かを公開しない限り、何も稼げないですからね。うん。はい。ということで、いってらっしゃい。